パルコステージをご覧の皆様、こんにちは。加藤茂明です。やっぱり当時の空気、いろんなものが、いろんな文化が、海外からやってきて混ざって、また映画も、サイレントからトーキーに変わっていったりとか、非常にこうエンターテインメントが、たくさんのものが入ってきた分、目まぐるしく変わっていくタイミングで、人間のエネルギーをすごく感じるような台本でした。何を大事に生きていくかというのはやっぱりそれぞれのキャラクターで違う中で、ほとばしる情熱とか、ぶつかり合う部分は読んでいてとてもこう胸を打たれることも多かったですね。ひょんなことから浅草のレビューに迷い込んで、そこで菊谷栄という方と出会い、そしてレビュースターになっていくというキャラクターではあるんですが、その中で本人が表現したいこと、伝えたいことっていうものがすごくこう相反してぶつかり合う中で葛藤し、そして彼がどのように成長していくのかというのは、このキャラクターの一つの見どころではないかなと思います。この作品にかける情熱、今だからこそという思いはすごく強くある方だなと思いました。この作品をとても大事に思っている部分という意味でも心強い、頼りがいのある演出家だなと思っています。ただこの作品自体、脚本がとても面白いので、普通に演じても作品として形になってしまうだけに、そうはさせない役者のエネルギーが大事だということは、何度もおっしゃられていて、遠回しにプレッシャーをかけられておりますが、僕自身もそう思っておりますので、みんなで記憶に残る作品にできたらなと思います。こういった直接舞台を見るやエンターテインメントを感じるというのが難しい情勢だとは思いますが、だからこそ今感じるもの、伝えられるものがあるのではないかと思っています。あえてこの現代に過去のエンターテインメント、そしてそこで起きたまつわるエピソードを感じることで、とても参考になることもあるんじゃないか、人間らしさとは何かというものを今一度考えられる、素晴らしい作品なので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。奏で、早稲田の3年だ。矢作です。菊谷です。故郷はどちらです？津軽だよ。青森中学、俺たちの後輩だ。津軽中か。なんだば、一つもなまってねえでねば。学校では何部だ？コーラス部です。コーラス？セバ、音楽が好きなんだ。ピアノまでか。母のものです。母がクラシックを愛好しているので。しかし資本家だけが幸福でも世界が飢えては不幸です。のんきに音楽なんかやってる場合ではありません。ブルジョア粉砕、プロレタリア万歳。おお、何でも騒いだ。やめろバカ。音楽に合わせて踊る毛虫がいたそうで、その毛虫の売り値が10万ドルだ。我が国でも踊る毛虫を売り出そうってコンタでさ。これが浮世というものか、あなた任せの風来坊。矢作君、聞くよ。
どうした、何があった。週刊に特報が来て、工藤さんが。工藤がどうした。わかりません、俺どうしたらいいのか。とにかく逃げてきて。大丈夫だ、よく来た。エフリー歌え、歌いたまえ。故郷のカッチャさん泣かせな参れ。カッチャのピアノさん思い出すべし。I turned to the right A little while I Will lead you to my heavenときには絶対に忘れさせます。嫌なことは何もかも。そうだ。雨上がりの空にかかる虹のごとく。平吉さん、助けてください。これはもう見るしかない。明日座席用意しておくから。見るよね。はい。これが実際。はい、見ます。私を見捨てないってわがまま言わないから、私のことも気にかけて、それだけ。約束よ。今日の舞台素晴らしかったです。見もしない人の噂や先入観で否定的だった自分を恥ずかしく思います。レビューに心を奪われ、我を忘れました。ゆめ子さんもとても美しく可憐でした。まるで夢を見ているようでした。その思いがあふれて歌い出すと、やがて人形は踊り出す。シャレ男気取りでエイフリーこくなってエイフリー。他の先輩のお世話で黙って従います。照れくせはんで津軽弁で心を込めて申します。あ、津軽弁だ。皆様、僕を助けてくださりありがとうございました。お疲れ。イエーイ。ハウスは日本語で。イエーイ。でも会いたい。私も。いつものとこで待ってる。あそこはダメよ。先週姉さんたちが近くに行ったらしい。絶対バレちゃ困るんだから。分かってるよ。だから頑張ってそっけなくしてるだろう。これは主義です。主義。はい、僕は何があろうと戦争になんか組みしない。あてこと言うなよ。ちょろっと歌えやいいんだよ、軽いノリでさ。できません。毎日やってんじゃねえか、お気楽によ。お断りします。帰ってください。おい、今も命がけで戦う同志たちに、牢獄で拷問に苦しむ同志たちに顔向けできません。右でも左でも上でも下でもない、自由、それが僕の守りたいものだ。
やよ君は麗しい赤きに例の白くも見やよ君にさやけく輝ける乙女見やよ君に捧げる朗らかガールとか言って、私が無理して笑ってるなんて陰口言う人がいるのよ。全然違う、私心底楽しくて仕方ないの。ねえ、出ようよミュージカル。え、菊谷さんが作る本邦初のミュージカルショー、エフリー夢子で主役を張ろう。一緒に行くぞ。僕たちはまだ夢の途中だ。うん。夢子を探してる奴らがいる。広島の薬剤一家だ。シャレにならぬ筋金入りの極道だ。夢子を探して？そうだ。いいか。夢子はそこの二代目に囲われてたんだよ。ああ、もうめけけだよ。あいつはそこから逃げてきたんだ。二代目が殺人で懲役食らってる隙見てな。裏切り者として射程に追われてる。夢子は訳ありだ。本当ですか？心を置いていきました。僕はそれを抱きしめて舞台に立たなくちゃいけません。和江が命を懸けて憧れたこの舞台に幕を上げるぞ。僕はここで世界を変える、起こす、同志に誓う。これが僕の戦いだ。やめろ。明日帰ったらそのまま入隊だ。もうここには戻ってこれないかもしれん。後のことをお前に頼んでもいいか。と言っても願いはただ一つだが、何があろうと劇場のドアを開け続けます。ですから、どうぞご無事にお戻りください。いいか。さあ、劇場のドアを開けよう。いつものように幕を上げるぞ。